ウェームズです。はい。一から分からせる。なんちゃらね。オッケー。今日もやっていく。基本気だから。やっぱ昨日ログインして買ってくればよかったな。とりあえず1個バリが持ってるから。申し訳ねえ、この開幕のこの視点が視点カクカクはね、これ何もいじってないんで僕。これだけはね、申し訳ないですけど、決して僕のね、意思で動いてるわけじゃないんで、そういうことはね、ちょっと、ご理解いただきたいんですけど、あとチャンネル登録数が、300人をね、超えることができました。ありがとうございます。まだね、今後また上を目指していきたいと思います。はい。40万?ふざけんなよ、マジで。ちょっと待って、ちょっとマジ、ほんとコントローラー買ってくるか。ファック。変えちゃったよ。ファック。まあいいや、行こうか。あ、リフレだ、リフレ、リフレ。リフレ売ってるかな。リフレ、リフレ、リフ。大佐しばきか。ちょっと大佐見に行くわ。ちょバリ、お前はちょっと置いていくわ。すまんな、ちょっと。東京の大佐がリフレ落としたっちって。ちょマジ、マジ見に行くわ。ガチで行くから。ちょ、マジリフレねえとやべえ。マジで。マジやべえ。バリサーポしろにしたいんだよね。バリサーポにしてクッピーピョーピョーくて。そうするとリフレ問題が発生するから、アキレスにリフレをさせたいんだよ。大佐は多分確か一発ドロップだった気がするな。確かね。かリフレは絶対落とすはず。確か。確かだよ。やっぱ上からボスティン評価から下下がっていくか。あ、違う、ボスティン評価ダメだ。まあ、こっから走るか、ちょっと。峠の大佐が FF 落とさないとね、ちょっと、マジで。峠の大佐が FF じゃねえわ。峠の大佐がリフレ落とさないと、ちょっとね、いろいろ問題があるから、やっぱ、ちょっとね、行かないと、ちょっとそこは、申し訳ないですけど。どうだろうな、リフレ持つかな。とりあえず一発だけ行くわ。一発だけ見に行くわ。確か大祭のね、ポップ場所が変わって、マップで言うとね、確か右の方だったかな。確か上は違うんだよね。気合いのウォーマシンに行っていいですか。シュールなんだけど、まあ土日、あ、そうだな、まあ江戸川で暇なのでちょっと雑談でもしますか。土日で江戸読みの朝からね、RX8、ね、納車の方に、行ってまいりまして、その後にねちょっと走り行って、でまあ僕はね名古屋に住んでるんですけど、基本的に名古屋って走る場所がないんで、なんていうの、蒲郡とかの方に行くんですけど、正確に言うとね、西吉ってところ、昔ね、羽津郡だったんですけど、約11年前にね、西吉に合併されて、西吉羽津町みたいな感じだったんだけど、そこは何があるかっていうとね、羽津広域能登ってところと、あとは、三ヶ根サンスカイライン、
と、三河湾スカイラインっていうのがあって、で、大体はね、俺はね、ハズ攻撃ノートのバイクコースを走り行くんだけど、あ、まあ、基本的にバイクで走ってたんだけど、多分車で走るの初めてじゃないかな、バイクコースね。で、その後にね、ワンスカの方に、あ、深夜ですね、夜の方。昼間はね、車がいるから、まあ、嫌だったから、夜ね、気持ちよく飛ばしたかったから、飛ばしてないよ。うん、そんな飛ばしてないけど、気持ちよく走りたかったから、夜行ったんだよね。うん。で、まあまあ、楽しかったと。まあ、そういうことですよ。あれ？入り口どこ？あ、もうちょっか。もう一個行くか。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って。これ前方が見えない、これ、マジで。視覚がやばすぎる。あと RX8 の悪いところを上げていいですか？どんどん上げていくよ、俺。ちょっとマジで。左ミラーがまず見えない。うん、やばい。あのね、視認性全くない。このね、この乗り物並みに視認性悪いよ。まあ、駐車場つくじゃん。例えばね、例えば、枠内に止めようとするんだけど、基本的に、なんちゅうか、俺はさ、まあまあ、俺の感じなんだけど、左のミラーとか右のミラーで、その下の白線を見るんですよね。で、下の白線と、タイヤを見て、縦軸を合わせるんだけど、まずね、ミラーのね、広角なさすぎてね、まずね、ミラーがね、下のやつが見えない。まず、うん。ビビる。マジで。スポーツカーってそうなのかなと思って。薄いんですよね。薄くてなんか、その三角錐みたいな感じでくっついてるから。で、若干ブリスターが入ってるんですよ。ケツがブリスター、まあ、前もブリスターなんですけど、ケツも若干ブリスターで膨らんでるんですけど、誰で余計に見えなくて。で、前もブリスターだから、その幅寄せするときにさ、なかなかね、怖いよね、やっぱ。慣れない車だから。圧縮はね、残念ながら多分抜けてるね、あれ。圧縮がやっぱ抜けてるな。8万ちょっとだから、走行距離がね。確かね、このね、多分だよ。多分だけど、ここら辺にいると思う。ちょっと呼ぶか、音も。一応何かあった時のためにね。あいつ意外と強いからな。こんなんでいいよ。で、攻撃さえ失格見る。大祭はいたな。こっか、じゃあ。大祭寺院は確か、放置系でポップするんじゃなかったっけ時間ポップなんだよね、確か。変化して、確か湧くような気がする。気がするだけだって。違ってたらごめん。でもやるやついないでしょ、まず。あ、でもどうだろう。リフレ売ってないから、リフレ欲しいやつ作るかもしれんな。いた。大祭、あ、いた。行くわ。モルタワー駆動。すまんな。リフレゲットだぜ。あ、やっぱいるんだよな。前回ね、一回見に行ったことがあって、その時いなかったんだよね。弱っ。ザッカ。はい。寿司三昧。よっしゃー。リフレゲット。基本、幻聴だぞから、やっぱ。そりゃそうでしょ。競馬なんか張るつやついる？そんなやつ。え？あ、そっか、俺サポせんだ。よし、オッケーオッケーオッケー。帰ろう。ああ、一応ここにいましたね。多分この風、ここら辺が大祭さんのエリアだと思います。はい。ああ、ここだね。この通路だね。3匹いて、その1匹がポップしましたね。変化したっていうか。で、さよなら大祭と。よし。行きます。じゃあ。とりあえずトリガーがね、バルが1個、持ってるから、一発で決めるレベルで行きます。もうね、だいぶ仕上がってるから、もう一発で全然いけるから、うん、それで言うとね。うん。勝てるから。カーズナね、カーズナ次第。バリと、ヨラン先生と、クピピタンね、からの、熱いカーズナで、分からしていくと。あ、戻ってきやがったな、これ。間違えた。
1208エールさん、レアな前置きである。待たせたな。これか。ここに、じゃあ何、ジャンプか。リフレ入れよう、ここに。あ、いいね。リフレ、ここにリフレ入れよう。あ、ファスキャス入れりゃいいんか、ここね。ファスキャス何枚、46枚、40何枚あったかな。46番か。46番の。あ、ここでいっか。これ使えばいっか。リフレッシュ。で、これを ST、NPC に。1208L さん、アイスパテ今高騰してんの？あー、なんからしいね。エクイップ51じゃなくていい気がするな。これ通常装備でいい気がするけど。俺の通常装備な、41番か。いや、45番だったかな。あー、なんか YouTube で上がってたな。サムネしか見てないけど。あー、いいっすね。アイスパイいる？25万。いるんだ、いるのかな。ちょ、わ、あー、もしかしてあれかもしれんな。アイスパ必須のコンテンツが出たかもしれんか。もしかして。骨が落とすんだっけ？うん、みたいだね。なんか、BC とかでしか落とさないみたいだね。なんか、その、店売りはしてないみたいな感じで。まあ、俺も覚えてないんで、まあ、別に。いらないかなと思って。あー、パーティー、パーティー行くんでねえか。よし、行こう。これであれっすね、エレ魔法の隙間にリフレぶっ込む感じにしようかな。強化魔法はね、一応ね、僕、あれなんですよね、魔法スキルは一応、強化魔法だけは青になってますね。N43。魔剣だとほぼアイスパ状態。ああ、そうなんだ。あ、魔剣で使うんだ、アイスパを。そういうことなんだ。じゃファランクスとかも。あぶね、バリ殺せやった。あぶね。1208L さん、プレステ4にもチャットが表示されるようになってるわ。プレステ4にもチャットが表示されるようになった。ほう。プレステ4、優秀になってまったな、これ。で、風水。で、カーズの扱えるような。あ、使えるか。よかったよかったよかった。お昔の人間すぎてさ、カーズのサポレベルで使えないと思っちゃってんだよね。これあるあるだよね。あ、サポしろ、カーズの、あ、使えるわ、みたいな。そうだね。レベルいくつキャップの人間なんだよっていうね。あ、違う。汗もないかな。魔法セットもしっかり見ていこう。鳥が1個しかなくて、あと D で売ってんだけど、あ、2個、あ、2個買ったか、俺、そういえば。2000はいけるか。魔法と、あ、カルカリアングリーブ貼ってくるか。ちょ、カルカリアングリーブだけ貼ってきますわ、ちょっと。あ、やっぱカルカリアン貼った方がいいな。ちょ、マジここで、マジほんまナメプはしちゃダメな気がする。やっぱステップ3だから、うん、やっぱ相手に敬意を払わないといけないから。バリは別に多分攻撃食らわないから、前回はね、確か
ディフュージョンで一発かけた後にジョブチェンジして自分でカルカリかけてさらにジョブチェンジしていったんだけど、今回はなしでね。そのまま行きますよ。その後の、あと残ってるのが、ベラド、ベラ、え、ベラドンナ。ベラロンナ？ベラドンナ？あれはなんか、ザコだけなんとかすればいいみたいなこと見たから、まあ、とりあえずザコの対処だけ。誰の問題はさ、敵の強さもさることながらさ、トリガーの高さなんだよね。一発70万でしょ、マジで。いつもさ、ワスト死んでるけど N43、さ、死ジョブねチェンジしたら意味なくね？えよ。あ、ほんまや。そうだ、そうだ、そうだ。そうだ、あらかじめ貼っていかないといけないんだ。しまった。まあいいや、マイティは諦めるか、ちょっと。そうだよ。そうだ、ディフュージョン。ディフュージョンでバリにかけたから、ジョブチェンジすれば意味あるんだけど。しくじったな。まあいいよ。まあちょっと、あと2ビリ見つけてね。オッケー。まあ最悪あれか。これか。1208L3、初歩的なことはからされたな。ふん。あんたもダメねーっつって。もうね、イメージはついてるから。ごめん、全然ついてないけど。なんだろう、ワンチャンヨラン帰ってた説あったからな、今日。ほんと土日入ってなかったな。もう昔の FF 熱はどっか行ったんやな、俺は。よし。ベース構成を、スタメンを発表します。ババン。まず、イブちゃん。で、モーグリですね、ここは。モーグリ呼びます。モーグリ呼んで、で、ヨランオラン。で、最後に、今回の決め手。キーマンね。キーウーマンね。クピピタン。今日、サケビーさん、ハエですね。そうです。ハエですね。わかります。こう。ん？こう。ちょっと寄るな、クピピ。あ、いいね、いいね、いいね。多分こんな感じでいいと思う。ほら。多分一発は食らうかもしれんけど、多分それで大丈夫な気がする。で、ヨランは離れるし、で、モーグリがあの位置だったら、俺とイブも全体をコールワで、リフレコールワで展開してくれるから、これでいいわ。今日、で、サケビーさん、出したこともないフェイスがいる？わらわら。どこ？あ、イブちゃん呼んだことないの？マジ？めちゃめちゃいい女だよ、これ。色白でな。色白で白髪とかマジで。夢が詰まってるよ、彼女には。夢しかねえ。あれ？いなくね？エネメやってんのかな？あれ？なんかおかしくねえか、これちょっと。これ、ディア打ったらみんな来るんじゃねえ？あ、大丈夫か。よし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 。N43、バリってのは読んだことないわ。バリ勝手についてくるから、これ。よし、着いたね。もらったわ。最高戦、行こうぜ。よし、じゃあ上上がってきます。まあ、ここでやってもいいですけどね。まあ、いやらしいやつは。なんか、あ、これ、なんか、待ってる人いるから。シルビーとか渋いも呼んでましたね。
行こうぜ。まあ、どうしよう、終わったら。いや、時間余っちゃうな、これ。ちょっと。参ったな、これ。マイティは回復してないかな。30秒か。あ、じゃあいっか、強化かけてって最後に任そう。リフル何秒なんだろう。あ、早い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 、あ、早い早い早いな、リキャストで。ヨランオーラン先生にもかけて1208エールさん、フラグ立ったわ。で、ここで呼ぶ。もうちょっと離れてほしいんだけど、まあいいか。で、マイティかけるでしょ。で、火玉カットにしといて、アイテムのペアクレープ。で、魔法が、インディアトゥーンと、インディフォーカスか。インデフォーカスで魔法命中率ね。オッケー。よし、いきます。お願いします。まず闇から。あれ、クピピ戻るじゃん、あれ。ん？シアリングテンペスト映射できない？ん？なんで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 ？あれ？あ、俺魔法のセット変えてないかもしれん、もしかして。うわっ、やっちまった、やっちまった、変えてない。ちょっと待って、今から変えよう。もうなんならもう無理やろこれ。もう変えなあかんわこれ。うーうわ、ちょっと待って待って、離れよ離れよ離れよ。ディフュージョンいらない。あれ、俺見たけど、N4 さん、痛恨のうなげか。やっちまったこれ、マジやっちまった。まさかステップ3来て。あ、なに、あとは、エントゥーム、アンビルライトニング、ビーフルゴア。これクピピ戻ってんじゃねえかよお前、どうなってんだよ。調子いいな。1208エールさん、やっぱりフラグ立ってた。マキさん、セット後も1分使用禁止なのが痛いね。痛いね。マジックハンマー、あと何や、あ、なんか入れてたっけ、何入れてたっけ。俺サイレントストーム入れてない気がする。まあ、これでいっか、もう、とりあえずいいよ、もう、とりあえず耐えよう。で、あのザコ倒そう、ちょっと。ザコ殴り行くわ。ちょ、マジ、クーピピ、あれだな。あれ、戻るんだな、戦闘開始位置を。維持するんだな、あれ。
やっぱイブダメだ、イブじゃねえわ。あ、しまった。ボス殴らなあかんわこれ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。やっべえ、ヨーランの MP がねえぞこれ。じゃあクピピいらんなこれ。あ、シアリングテンプス入ってねえ、もしかして。くっそー、マジいらねえ、クッピピ。ただのケアルスポンジやんけ、お前。これ時間ないかな。入ってないな。うっとうしいな、もう これのもう、マキさん、モーグリ外してセルテウスで昏睡薬がええのかね。いや、セルテウスもくっつくんですよね。あれ近づきすぎるとなんかダメなんですよ。なんか逆にスリップがすごい痛くて、逆になんかもうダメだったんですよ。前はね、あれなんだよね、そのナシメラとか呼んでて、その範囲回復で耐えてくみたいなねことやってたんだけど、やっぱダメでね。ちゃまじクピピ、お前マジいらねえ、クピピがいらねえわ。じゃこうやってヨーランが変なふうに反応するんですよ。だから離れない。いや、もっと計算し払わなかったな。バリの位置ぐらいまで離さな絶対まずかった気がするこれ。死んだ、誰か死んだ。あぶねえ、あだ、終わった、あかーん。帰ろう、7分でしょ、帰る。しくちった、くっそ、やらかしたわ。いや、クーピーピーダメだったな。あれ何、戦闘開始状態を維持する、そういうことだったな。クピピを完全に範囲外するのは無理じゃないかな。いや、まあ、範囲外戦闘きついな。あれ範囲外できんやったらまず置物フェイスがまだマシだわ。じゃあれが嫌なんだよね。だから結局あれで
あー、ファックだな、おい。ファッキンだな、おい。一番やっちまった。やっちまった、これ。一番やっちゃかんことやったな、おい。何やってたっけ、あと。え、何これ、なんか覚えてる、なんか覚えてたわ、これ。ディスチャージ、あ、あれ、もう大祭事、もしかして。あー、もうログないわ、はあ、くそー。あいつ戻るんだなぁ。 1208L さん、ハエのやつ。あ、ハエのやつかな。あ、ハエの子供か。うわ、きつかった。100、あれ、クーピピ戦闘開始状態維持する、そういうことなんだね。もう吹き飛ばされても行くんだね、マジで。あ、ド M なんだね、あれ、マジで。ぶって、もっとぶってぐらいな感じでしょ。じゃ、マジでさ、あれ一番いらねえ。しくじった。どれぐらいいらねえかって。あ、まあ、やめとこう、そこは。そこはやめとこう。今のは、今の仕留めねえかと似てえな。削りは全然いいんだよな。削り通すかな。開幕から、あ、開幕からグロリッチ使うか、後からグロリッチ使うか、そうか、もしくは開幕グロリッチ使ってラパンちゃんが落ちた瞬間にフォルスター使うか。フォルスター使うか、ボルスターかな、これ。ボルスター、あ、ボルスターか。ボルスター使うか。もうさっきの構成じゃダメだな。ちょ、もう一回読んでみるけど、実際さっきクピピに近かったんだよね。俺さ、吹き飛ばされたらそれ以上動かないかなと思ってたんだよ。戦闘開始状態維持する。そのなんか、もう、ピクリとも動かんのかなと思ったら、あれなんだね。移動されても、戻って、定位置に戻るってことなんだね。固定されるというのか、ヨーヨーのように戻ってっちゃうんだな、あいつは。ゆずきかね女だな、あいつは。とりあえず呼ぶか、また。イーブちゃん呼んで。で、ヨランオランね。ヨランオランは離れるか、別にじゃん。で、モーグリー。モーグリーは単純にあれっすね。ただ、置物でリフレついてるからってだけです。もっと離れないかなぁ。じゃあ、あれ行ってみて離れんかったらちょっと考えるわ。まあ、今回は別に白2人いるから、だからあれな、死の宣告なんですよね、問題なのが。あれがなかったら普通に勝ってたから、この間。あれの対象だけ、対処法っていうのか、あれを対応さしたい、やな。あれ？この人あれなんだな。NM やるんだな、あいつも。すいませんね、僕だけあのバリの画面でガッツリ生見ちゃったんで申し訳ないです。言わないですけどね。よっしゃ、レンズもらった。こいつやるか。とりあえず一発しばいて様子見かな。わあ、もう、なんとかしばきたいな。これなかったら、マジで D 買いに行きます。500万だけど、D 買いに行くよ。
あ、これ2番行くんじゃねえ、ワンチャン。あ、2番行くそうやな。N43、リフレシンプ少ないのかな。リフレシンプ少ない、俺2個しかない。舐めてんだよね。だから、だからあれもやらなあかん。リジェネシンプなんか1個もないですからね。こう逆にもっともっとこうこう離すか、こうこう、はい。あー、ダメなのかこれ。ゆず効かねえな。多分ここら辺までいないと。多分バリのあたりが多分ギリなんだよね。だからバリのところまでは絶対下がらんとまずい気がする。全然ダメ。こういう時だけ寄ってきやがれたなあいつ。ちょっと、あ、きついか。こいつゆず効かねえな、こいつ。ダメかな。来た。あ、ダメだわ。ダメ、もう、もう帰る、お前もう。いらねえよ、お前は。あー、どうするよ、じゃあ。ブリジットで防御力アップしてさ、そこまで防御力上がるかな、イーベちゃん。ちょ、考えるかい。イーベか、星野美子、どっちかなんだよね。ハステンナはいらない気がするんだよな。時物フェイスか。あれやっぱ星の巫女だかな。ダメージ出すなと星の巫女っすよね。防御力するならブリジットか。どうしよっかな。ああ、アンビライトニング入ってるもんな、しっかり。B フルゴアも入ってるでしょ。ブリジット呼ぶか。意味あるか分かんないですけどね、ちょっと。ちょ、カーズナだけだな、そうすると。あのクーピピ呼んでカーズナはきついでしょ。マジ、MP 枯渇してたもん。絶対あいついなかったら普通に枯渇してないから。イブもうちょっと回し、真南から入ってほしいな、ちょっと。こっちから。距離はしっかり置きたい。ここだったら置物ヘイス、俺も反応できるから。あ、ここでいいや。今日からけし。まあ、もう一発強化入っちゃうけどプロテはしゃあないな。行きます。あ、リフレかけてねえよ、俺。と、ザコだけ倒したい。
あ、ザコ生まれてんじゃねえのこれ。あ、当たってない、もしかして。ちょっとリフレかけよう。ヨランにリフレ、ヨランにリフレかけないと、さすがに。ザコに当たってない話か、これ。いや、わかんねえな、ちょっと。ちょ、怖えな。当たってるやろ、これだけど。当たってない、これ。ここ行っか。こうか。キュアル包丁だけしてあげよう。ボスに当たってないか、これは。当たって、ボスに当たってるか。ザコとボスに当たってない？あれ？ボス巻き込んでないな、これ。ちょ、バリも移動するか、ちょっと。ちょ、ザコだけ倒したい、ザコだけ。ザコ倒して逃げよう。じゃあ立ち位置ミスったな。倒した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 。一発闇入れとく。マキさん、ブルーバーストでガンガン削ろう。おお、削ろう削ろう。オカルテーション貼っとこうか。子供用が、子供用に。そ、死なねえなこれ。ラパンちゃんが、1208Lさん、この調子だといけそうだな。あれが、あれが怖い。死の宣告。マキさん、いい感じだね。
イブちゃん何余裕のホーリー2かましてるけど大丈夫なのそれ。あれ死の宣告なんだっけあれ。あ違う違う違う間違えてる。お前謝る準備しとけよお前ちゃんと。マキさんマンディブルマッサカーはっ。おなんか俺にことあるんじゃねえのかお前。お登録者300人突破おめでとうございますだろお前。ありがとうございます。よかった。カーズナーチャンスできましたね。ヨラン先生のカーズナーがしっかりとイブの、死の宣告を解除されてますね、これ。マキさん、さすがです。おめおめち。おめおめち。イェーイ、これは、バリにあげよう。イェーマーベルトはイブちゃん持って帰るこれ、記念に。じゃあイブちゃんにあげよっか、じゃあこれ。1208L さん、勝った途端この態度である。やったぜ。ざまあ見やがるだぜ。N4 さん、おめえローブ出てるやんけ。え、これ何？いいやつ？いいやつ？もしかしていいやつ俺。いいやつかな。これ。いいっすね。これはいいっすね。弱体魔法スキルと暗黒魔法スキル、並走。で、ファストキャスト。うん、これ全然気軽全然使えますもんね。暗黒魔法スキルが特に優秀かな。あとバスキャス魔法ミュージン自体はあれなんですよね、23だからジャルナは確か優秀なんですよね。よっしゃ神父もらいに行こうぜ。神父もらいに。ふん、雑魚あんなもんただのハエやで。ただのハエだぜ。ふん疲れた。9回やりましたね。だから、しく、300万ぐらいかかりましたね。しばくのに。まあまあ、可愛いもんさ、300万だったら。あ、新しい新譜くれ。何がもらえるんだい。キラープラス。ほう、なるほどね。これは意外と役立つかもしれないですね。そんなに、なんていうか、ビビるほどっていうか、なんか、お、ラッキーみたいな感じの感じかな。うん。リフレ2しかないし。イエマベルト。いるかな？いるか、いらんかわかんないけど、とりあえずアキレスが持ってるよ、じゃあ。持っとけ、持っとけ。いやー。買っちゃった。1208L さん、おまけ程度。買っちゃった。買っちゃった。N4 さん、今更だけど開幕雑魚殴らなければ寄ってきて巻き込みやすかったん、イカ役。確かにそうですよね。あれでなんか、くそ、全然巻き込んでねえじゃねえかよとか言うぐらいだったら、初めからボス行って、あれでしたね、雑魚そのまま引っ張った方が良かったかもしれないですね。確かにそうっすね。どうせ寄ってくるんだからわざわざイブにターゲット取らせる必要ないっすよね。よくよく考えてみたら。行くか、じゃあ。あれ行くわ、じゃあ。その日のために力を蓄えてきた。私の戦闘力は2800万です。とりあえず農具行こうぜ。材料調達しに行かないと。バーリーはちょっと構成を変えていく。赤サポ、黒にするわ。うん、赤サポ黒。
赤サポ黒で、エントゥームとスリープが交互にかけてくって感じかな。うん。で、色違いの亜種を、魔法セットをしっかりしなあかんか。イメージだけはできてるんだけど、イメージだけだから、俺のイメージって大したことないからさ。それで言うと。で、あと基本的には普通に殴っていく感じですね。なんで、基本的に、殴りセット、プラス、エントゥームはいるわ。と、エントゥームとか、他にいるやつ。ラチックラとここまで OK か。で、こっから、つけてくる。バラライストライドはいらないな。ファンタット、エネメリ、ディフュージョンレイ。ディフュージョンレイも微妙か。で、いるやつか。あとは、エントゥーム、と、無双、シープソング。で、あとは、テシール、スカーリングテンペスト。魔法アッパー多分いらない気がするな。あ、魔法、あ、サイレントストームか。サイレントストーム入れて。で、あとは、ガモン。ガモンか。と、エントゥーム、シープソング。で、マクロいじります、ちょっと。あ、土は良かったか。無双どこだ。んで、あとは、何がいるんだろう。あれってスリプルとかさ、あれってレジってくんかな。それがめんどくさそう。なんか、それがわかんねえな。レジ判定が入るのか、アーブレジとかなっちゃうのか。エントゥーム自体にレジがあるのかわかんないけど。レジっていうのか、ハーフレジっていうのか、その、効果時間の変動概念っていうのか。やつ、こんな感じかな、足。ファースト。サッポは、サーポ赤でもいいのかな。あ、違う、ビスサーポ赤じゃなくていいのか。ターゲット取りたくないんですよね。だ最悪、竜っていう選択肢もあるよな、だから。とりあえず戦していって。とりあえずトリガー買うか。あ、間違えた。あいつが、ちょっと待って、いびき見るわ。あ、1時間だね。3回ぐらいやるかな。ギアスフェットの最後ですね。一応、ステップ3の最後ですね。やるのは。その後に140と、コンテンツレベルハテナの後にまた140があって、多分これコンテンツレベルハテナを突破しないと、そのアークエンジェルのコンテンツレベル140はいけないのかな。これは順番的に言うと、なんか上から順番にやろうとするといけないですけど、もしかしたら140として解放されるかもしれないですね。140だったら4匹1、2、3、4、5、9匹いるから、まあ
インタースマラ遊べるかな、俺は。ベラドンナ、セフエジの皮。皮ね、皮素材で。はぁ、あ、きついぞ。これきついぞ、多分。まあ、ちょっと待って、ちょっと、ほら。競売に売りに行かない、競売じゃない、店売りしに行かないやつがあった、そういや。ん？新生岩、新生岩はあれか。戻すか。新生岩。あと、飯をしまおう。さ、72。バンナ焼けらんか。命中がどうかちょっとわかんないですけど、とりあえず殴りでいこうかなとは思ってますね。こう打ってっか、ちょっと。た、ターゲット取ると怪しい気がするな。ああ、さ、サイレントストームや。ああ、サイレントストームあれか、印打たらまずいのかな。でも俺、サーパー黒、まあ、18しかないから、とりあえずここで行ってみようかな。それか、サイレスだったらあれか、バリが、撃ってもいいけど、バリで撃つと、ニアカで、2画面で監視しないかんから、まあ一応いけるっちゃいけるか。魔法トライダーやればいいわけだから。N43、グル140って隠しだから最初から取りがさえ渡せばできるんじゃ。え、マジ？あ、そうなんだ。あ、へえ、あ、そうなんすね。ま、まあもうさダメか。でも初めから140行くクレイジーなやつもなかなかいないですよね、それ。あ、こいつ出品してこう、ちょっと。あ、そうなんだ。こいつもしまわなあかんな。ちょっとまた。よいしょ。はい、出品しよう。100万でいいっす。まあいいよ、100万でいいよ、じゃあ。あ、待って。これいけるんじゃね、これ。103万に行こうか。強欲、強欲に行こうぜ。皮ね、皮。N43、実装当時はトリガーがわからなくて、いろいろなアイテムで総当たりだった。おぉ、おぉ、すごいね。6万あるわ、70万。80万かよ、誰とやってんの、これ。きっつー、きっついなー。ふざけんなよ、マジでよ。たっけな。まあいいよ、行くわ。いいよ、いいよ、もう。金なんかどうでもいいですよ、マジで。稼げばいいんですから、また。なくなったら稼げばいいんですから。危ね、800万いくとかあった。まず、これはまずい。それはまずい。それはまずい。さすがに心折れる、マジで。F1 から分かるっすけど、FF11 終了のお知らせっちって、放送が入っちゃう、これ。何万だよ、これ。多分90万とかやろ、これ。刻むか、ちょっと。刻んでこうか。誰だよ、強欲。強欲のやつ。おわ、くそ。つって、履歴見たろさ、後から。85。頼むで、84か。あ、15で頼むよ、なんとか。ほんまお願いしますって、ほんまに。マジで。マジで。ファック。ファック。くそ。くそ。くそ。鳥が違うんじゃない？もしかしてこれ。大丈夫？合ってる？はぁ？これ90万だな、これ。マジで。今日叫びさん強気ですね。あ、強気っすね、これ。ちょっと多分全部90だろ。もうあと多分同じ人が出品してんじゃないかな。多分この履歴が連続出したから、多分上の方まであれだったんで、多分その昨日の朝方まではこの金額だったんじゃないかな。
3つか、とりあえず4つ買っとくか。360万。きつ。ルナちゃん。さあ、月に変わってお仕置きするか、ちょっと。まあいいや、行こう。とりあえずバリだな。バリも準備させよう、ちょっと。まあいいか、今日はもうあれっすね、言うて、ほぼほぼ半分の、仕事は終わってるから。赤魔道士。赤魔道士、サポ黒で、スリープが担当ですね、バリちゃん。バクバク、高にして。スリープが。スリープがね。それか。バリを、サポ、学者にして、女神降臨だったっけ？範囲化するやつがあって。で、ブレイクを範囲化して、スリプル、ブレイク、スリプル、ブレイクってやってこうかなと思ってたんだけど、あとスリプル2の範囲化とか。ただ、アキレスが、まあ、どっちもどっちっすよね。交互に、アキレス、バリ、アキレス、バリで、固めていくのか、バリ1本で固めていくのか、バリ1本で固めていくんだったら、アキレスはもうほぼほぼ殴れないというか、そんな全力出せないですよね。全力出してこっち振り向いても困るから。確か魅了があるんですよね、あれ、確か。あ、潮技見てねえわ。潮技見るか。最初に必ず、ブロンドファタールを、行使し、同時にラフレシアが7体出現する。このラフレシアを、どこ、何、ビラーバ。ビラーバ周辺に置いていくと、シーチングバインでラフレシアを吸収してレベルアップし、ブロンドファタールを再使用と同時に、ビューティフルデスが解禁される。ポップしたラフレたちは、本体から引き離し管理し、吸収をすることが大事。ブロンドファタールね。なお、ポップするラフレシアの中にアシュが混じっており、毒フィールドを展開するが、リーチングバインで吸収させると弱点を突くことができる。ボスには火が効きやすいと。ベラドンナ族ね。ベラドンナ族ちゃんは、の使用技は、前方範囲、前方範囲、前方範囲、自身中心範囲、自身中心範囲、自身。うん、ビューティフルデスは多分使わせない作戦だから、あとはフロンド、ファタールっていうのが、もう一応、なんだっけ、固めとく、スリプルとかに行動不能を差し引けば、まあ言うたら、コーブンが近くにいなければ使ってこないから、こいつも完封させるでしょ。だからこれだけですね、あとは、やらなあかんの。とりあえずこれっすね。フルブルームとかは多分どうす、だろう。フルブルーム使うのかな？お供がいるときに使用。お供1体死亡って書いてあるんだけど、これフルブルーム、フルブルーム、フルブルームで、お供いなくなった瞬間に死ぬよね、だから。まあ、いっか、行くわ。とりあえず、殴られてくるよ。80万だからちょっと大事に行きたいけど、大事に行っても大事に行かなくても初めに行くからどうせ死ぬんだから大事に行く必要がないんだって。よく言われたよ。マキさん、 V ラーブアは勝てる気がしないから試してもないな。いける、絶対いける、これはいけるはず。やってやれないことはない。いや、多分ゴールデンキスよりいけると思うよ、俺。まだ。わかんないけど。
また1週間かかっちゃうかな。1週間かけたくねえよな、これで。1日4回やったとして何 ?900 万で、90万でしょ ?936、360万で、1500、1800万か。ファックだな、これ。やばいでしょ。1週間で1800万稼ぐっていうのも相当やけど、1800万、たか、ドブに捨てるっていうのも大概やで、これ。レース構成はどうしようかな。あれ、イブでいいのかな。まあ、一回イブでいっか。とりあえず魔法が入るかどうかがわかんないですね。魔法っていうか、そのサイレントストームが入るかどうかわかんない。でもあいつ魔法使うのかな。多分使う気がする。記事で見たんですよね、さすがに。8万とか記事で見たんだよ。で、その、マジックキュア面があるから、TP が、ゼロにするっていう作戦でも、何かしら、その魔法で TP が溜まっちゃって、発動するみたいな。特殊技が発動するみたいな。書いてあったから、まあ別に俺はそういうことしないから。イブちゃんでしょ。で、ヨランオラン。ここまでが鉄板として、あとは、セルティウスも呼んだ方がいいね。使用技を見ると、ベロドンの話。ブレスダメージ、静寂睡眠、静寂麻痺睡眠、ダメージ TP リセット、ダメージバインド、アムネジア、アイテム使用負荷。あ、これきつ、これデラシネーターがきついか、もしかしたら。まあ、とりあえずセルティウスは呼ぶとして、あと一匹だな。めっちゃイドリスってるやん。イドリスってるよ、これ。あともう一匹何しよう。あともう一人か。迷うな。前方範囲が多いから、別に前方立たなければいいと思うんで、クルタタで行くか。怪しいかな。でもこのレベルのやつらって、基本的に HP 高いですよね。バッケットもそうだったんですけど、基本的に10分以上は戦ってるから。2枚立てっていうのもいいかもしれんな。もしかしたら。前後で挟む感じで。まあ、いっか、2枚立ていらんか。落ちることはないと思う。イブで落ちるんだったら、多分無理だ、俺は。イブ以上の盾用意できない。俺は無理だな。マジで。とりあえずいっか。鳥が、あまりにも高い鳥がだもん。ダッシュぶっちゃって、ちょっと今、もらい忘れちゃったよ。とりあえず、壺探す、壺。つーぼつーぼつーぼ。あ、ダメ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 、危ない危ない危ない。クルタラ待て、クルタラ待て、おつけ。お前がダイソー回しとけ。M4 さん、勉強用にリレはしてた方がいいね。あ、リレはした方がいいな。バリ持ってるかな、リレー。持ってないわ。リレー、リリピ使うか、ちょっと。一回は絶対起き上がれるんですよね、死んだとしても。とりあえず。店舗で交換できるんじゃない？ああ、店舗でも交換できますね。ただ俺、そんな店舗ないっす。店舗ないっていうか。あれ、何本ぐらい？ 50 ぐらいかな？安いかな？安かったらもらっとこうか。言うたら多分三角文句行った方が安いんだよね、多分一番。あ、なんか音がする。あ、いいね。みんな仲良くやってんだな。何やったんだろう、今なんか。カトリナ族っぽかったんで、ステップ1かな？
もしかしたらステップ3、あ、ステップ3じゃねえ、ステップ4にもしかしたら勝てるとか言うかもしれないけど。あ、多分連続でやるな。まあ、いっか。あ、30シールドもらいました。30シールドでもらいました。マキさん、ぼっちにとっては目の毒。コーン、あ、ステップ1っすね。早っ、削り早っ、やば。だってこれ2パーティーぐらいいるでしょ、これ。おかしいもん、これ、削り方が。あ、違うのか、これ。コーンじゃなくて、多分他のやつも全部やってんだな、これ、きっとじゃあ。たまたまカトエラ族 だけってだけだって。今日、サケビーさん、イオニクですね。イオニックツアーだね。ツアーっていうのか、LS 活動かな、これの。今、これぐらいしかないんじゃないの。あ、あれか、オーメンの活動もあるか。縦割れてんのに、選手よく張り付いとんな、あれ、ほんま。早っ、あの連携ダメやべえな。ですぐ湧くのかな、これ。次湧いたらどっか行こうか。どこでやろうかな。1208L さん、今でも精力的に活動してるやついるんだな。うん、それはもうそうよ、やっぱりヨニックは何本あってもいいですから。絆を感じてるんだからな、やっぱ。もうやめるにはやめれないんじゃないかな。ああ、やっぱやってんだな。まあ、一回一番いっか。いいっすね、いいっすね、いいっすね、あれね。まあ、いったな、ベラドンナ。とりあえず、下行って、センター場所考えるか、ちょっと。引っ張る場所と、N4 さん、あそこに飛び込んで沸かしたらすごそうだな。ふん、じっと見つめられるよ、これ。こいつ絡むかな。こいつ絡みそうだな。見逃してくれたな。いいやつか、お前は。ボスはまあここで固定で湧きたとして、で、多分俺がポップさせるから、アキレスの方にザコがついてくると思うんですよね。なんで、アキレスが来た時に、ここら辺にいるような感じにしようかな。ただ話しけばいいはずだから、そんなに苦労はしないはず。無双で寝かして、で、足だけ引っ張って、で、足の、で、足を引っ張って、ボスの近くに、これね、このシープソングでさらに寝かすってやつをやって、沸かしたら、まず、サイレントストーム、これ入るかどうかわかんないですけど、魔法封じで入れて、バリーが入れてもいいけどな、精霊の印で、印サイレス、印、印、サブドゥールサイレス、うん、ちょっと怪しいか。でもまあ行くか。待ってとりあえず待って、とりあえず流れ理解させるとちょっと頭に入れんと。沸かしてサイレントストーム、バリはこの位置ですね。バリはこの位置にして、で、シルスサイレントストーム、シリスアイレンドストーム打つだけにもうバリとアキレスはここにいて、すでに。で、あの古文のポップ待ちにしてきたら、で、無双か。で、
で、ザコ、で、アシュを湧くんで、そいつを。N43、カルカリいるんじゃない？あ、カルカリいるかな。はじめの一発だけいるかもしれんね。一発寝かせば、スリプル、エントゥーム、スリプル、エントゥームでいけるはずだから。あ、これいっか。まあ、いっか、これで。めんどくせえから。ワとか使えばよかったな。ほんで、よっぽどバーリーは動かない感じっすね。あ、クルダがヨランオランでもいいな。スリップがね。とりあえずザコのキープだけやってみます。とりあえずね、一回もやったことないんで、そのキープできてどうやろ、3割ぐらい削ればラッキーぐらいかな。コクンは多分ついてないかな、俺。命中が足りるか足りないかも気になるな。飯なしで一回殴ってみて、殴った感じで寿司か、違いつくか考えるわ。よし、やっぱり指定のうちに行こうか、じゃあ、お前は。ここね。とりあえず、サイレントストームで行きます。で、あれ待ちっす。足どれで、足どれ、足どれ、え、足どれなの。ちょっと待って、ちょっと待って、重ねすぎて分かんないんだけど、こいつか。痛い痛い痛い。もう一匹呼んでこなあかんのか。ちょ待って、何これ。1208Lさん、ドス黒いやつじゃね。アイテム、アイテム使用負荷が入ってる。ちょっと待って、これまずいぞ。いや、これまずい、これはまずい、これは非常にまずい、非常にまずい。あいつ起きるぞ、あいつら。エントゥーム、エントゥーム行きます。あ、間違えた、あぶねえ、あぶねえ。で、こいつか。で、こいつに追っていくと。で、あいつが起きるでしょ。
ターンから回復しない。なるほどね、それ失敗だな。でバリでスリープが、さあ毒のフィールドが逃げたいな。当たってるこれ。あーミスってるんですね。まあ寿司かな。じゃ あドリーム寿司。エントゥーも行かなあかんか。めっちゃあれもっと近づけなあかんかな。あれちょっと無双行きます。あエントゥームか。食べた？食べたね。食べたね。よし食べたけど、食べたが、こう毒スフィア、まあ、セルティスネでやべえなこれ。マキさん、クソ厄介だな。ちょっとめんどくさいですね。ただここまではまれば、あとはアムネジア、アムネジアとあれか、アイテム使用負荷結構きついですねこれ。あと回避がめちゃめちゃ高い。高すぎるこれ。スッカスカなんだけど。N4 さん、バリ風にしないと火力きつくね。やべ、やっちまった。寝た？寝たか。マキさん、特上寿司が必要だな。特上寿司必要だな。ちょ待って、これディストラ入るかな。全然足りてねえじゃん、これ、魔法。ちょっとアムネジア、えぐ、全然当たんねえよこれ。これダメだわ。しかもこれアキレスであれか、一人で管理するか。これちょっとまずい。アキレスが、これダメだわ、無理だわ、きついこれ。これギミックどうのこうのレベルじゃねえよこれ。終わった。まあいいや、オッケー。8分ね。あーこれさ、リレーかけても無理なんじゃねえのこれ。ザコ空いてるから、これもうすでにきつくね。だってもう話せられないじゃんこれ。それで言うとこれ多分さ、これじゃん。これだから これリカバリーできなくね。どうすんだろう。スリップが着弾と同時に殴りかかって離して、その一発目のウェポンスキルで吸収だった瞬間死ぬでしょこれ。こう戻るしかねえんじゃねえの。いやこれきついわ。スリクルダじゃなかったな正解は。しかも風水めっとくせえ。あとヨーランはあれだ、一人できつかったな。アムネジアめんどくさいですねあれ。まあ、アムネジアがめんどくせえよまず。アムネジアがある時点でまずあれですか、ナシメラか。であとアシュが毒フィールド展開するんだけど、一個に食べんかったらあれひたすらジリビンだよな。
全方位のアムネージャーきつかったな。マキさん、500万くらいで討伐依頼のエールした方がいいかも。いや別に討伐依頼するほどのもんじゃないから、自分で倒しただけなんで、倒せなきゃ倒せないでいいんで別に。これ、デラシネーターってやつか。あ、いずれの特殊技もためがあるため、スタンで妨害可能って書いてある。あ、スタンで妨害するんか、これ、もしかしたら。あ、そういうこと？ん、通常攻撃が鉄巨人のように範囲攻撃であり、ヘビーの追加効果が付与されている。また、標的以外に前方から攻撃している PC がいるときに前方範囲。標的以外に前方以外から攻撃をしている PC がいる場合にノックバックを伴う全方位攻撃になる。ああ、何じゃ、真横から殴るってことなのかな、これ。殴り方も決まるんだな。ケツから殴っちゃいけねえんだな。あ、別にいいのか、ケツから殴っても誰もいなきゃいいのか。ノックバックを伴う全方位攻撃となる。あ、だからノックバックを伴う全方位攻撃じゃまずいか。だからケツから絶対殴れんのか。じゃあ、前方以外から攻撃してる PC がいるときにって書いてあるけど。じゃあ、前から殴らなあかんってこと？結構きついっすね、前から殴るっていうのは。ノックバックどこまで痛いのかな。まあ、とりあえずアコはあれか。アキレス一人でやる？アキレス一人で管理するか、じゃあ。で、バリ風推進する？エントゥームどれが当たってた？エントゥームで意外とザコの HP 減ってましたね、なんかあれ。予想以上に減ってた気がする。あと全然当たんねえわ。ブラッティカーレス、あー、これは関係ねえか。あー、コメット唱えてると、あ、魔法唱えてるんだな。静寂が入ってたのかな？デラシネーター。こいつやべえっす、マジで。やっべえな、マジメイチ。スッカスカだ、俺。初めてあんなスッカスカだった。これっすからね。さすがにあれか。もうダメか。毒上手しか。1252。ここで1252だったら中入ったらもうちょっとメイチ上がるから。確かでも毒上手しあった気がするんだよな、俺。あった。これでいいかな。めっちゃ100。もう一発いくか。また構成変えるか。じゃあ。エントゥームどれぐらい入ってたんだろう。エントゥームがどれぐらい入ったか気になるな。ああ、ちょっとチャンディッシュも多分かさ当たりしてるやろな、これ。ああ、6400か。エントゥームの時はちょっとあれだな。魔法命中だけ魔法攻撃を落とさなあかんな、ちょっと。そうしないと、倒れる前にザコが死んだら、面倒なことになるでしょ。これでいっか。あやもで、豆つくから、魔法攻撃をつかないような感じで、魔法命中だけ高めてって感じかな。豆、これか。あ、違うの。あれ、どれ？どこ行った？なんかあったよな、確か。まあ、こ、物理。なんでライフベルトがあるのかよくわからんけど。ここで撃つか。まあ、作るか、ちょっと。
このためだけに作るっていうのも微妙だけど、まあまあまあ、でも。魔法命中だけ高めて。だフルアヤモで打つ感じにしようかな。で、こいつは普通に魔法のやつをつけていけばいいわけでしょ。なんかないかな。なんかないかな。あ、円環ストーンあるじゃん。これにしとこうか。これ多分サンクトネックレスいいはず。魔法命中がつくから。で、ここはジャリとかアヤモにするか。アヤモちゃんとムンムにして。N43、マイノチジェットはサイストとかでも使うことあると思うよ。ほんと？サイスト？サイストって何？サイスト。サイレントストームか。でもこれってさ、その、ぶっちゃけさ、魔法命中さ、これさ、あやもって42じゃないですか。で、ジャリも42なんですよね。お、確か、魔法命中の耳を確か俺ゲットした気がしたんだよな、この間。あ、これこれこれ。こっちか。で、こいつは、ない。ないな、こっちはないな。で、ここに、バルコンアイじゃなくて、これでいいのかな？アーマー法スキルだけプラスにしといて、こんなもんか。で、60ね。で、あれ？これはいいのか。これはファストキャストでいくて、で、ここで打つときは60でいいか。最終的に、炎症管理したときに60で打てばいいかな。無双が51。多分、無双も多分あれだよね。今の装備の方がいいよね、きっと。でも、まあ、魔法命中しか上がんないから、いっか。こんなもんか。これは単純にあれか。でも、変装がつくもんで、いいっちゃいいっすよね。N43。ダメージはアマリク使ったりもあるからね。うんうん。あ、そうなんだ。アマリク？アマリク装備ね。よっ。まあ、もう一発いきますが、ちょっとまた、バリは風水師で、風水であれか、いつものセットっすね。攻撃力アップ、防御ダウン。あ、じゃあでも削りっていう場合にまず耐えれてないから、まあ、耐えることからだよな、まず。攻撃力アップと、インデフューリーと、ジオなんだかね。ジオベックスか。こうじゃあ。これ軽く一発張ってくよ。無双で、あれ子供呼ぶときもあれだな、2匹いっぺんに呼んだ方がいいな、多分。あれ一発一発はめんどくせえな。だってしっかりがっつりボスの近くに呼ばせないと反応しねえのかな。あいつがずーっとおるだけでスリップダメージが入ってくるんで、ちょあっちいな。29度あるぞ、マジで。エアコン設定温度26度してんのに29度部屋の温度あるんだけど、これは何、俺が熱くなりすぎたってこと、これ。マジ俺がおったらヒーターいらんじゃん、これ。じゃあクーラーはいるけど、あー、これ特徴図して命中対1400、びっくりした俺。今までやってきたのが NM の中で多分一番回避高いんじゃねえかなっていうぐらい高いな、あれ。そのギアスペット的やつ。他の NM で回避高い NM っているかもしれないけど。
130、うん、これで100上がるから1400はいきますね。ああととちょっともうきつい。クルタダいらんか。もうクルタダ解雇だな。コールモルかな、コールモルかな。ナシメラでもいい気もするけどな。あ、イブは絶対呼ぶじゃないですか。イブヨランを呼んだとして、あと2枚ですよね。セルテウス1枚入れたらナシメラでもいいのかな。あ、リフレがねえのけど、アダムネジャ結構めんどくさかったっすね。アダムネジャがめんどくせえな。アダムネジャめんどくせえな。とりあえずもう一回行くか。とりあえずザコを速攻寝かして、で食べさせるやつだけはちゃんとすぐ持ってくような感じにパパッとして、でとりあえずそこの流れを作ってからっすね。その配置というのか、セルテウスまだ鉄板だとしたらナシメ、あ、違う、コルモル呼ばなあかんのか。いや、結構きついな。いや、コルモル呼ばんでもいいか。ヨランヨランの MP 問題が入るんだよね、そうすると。アシェラっていうのもいいんですけどね。ただ、こいつらアムネジア中一切置かないでしょう。そうすればナシメラか。これかな。耐えたいですね、とりあえずは。あと絶対ザコは食わせないようにしたい。壺来なかった、そういうの。サイレントストーンは入ってたんだよな、多分あれ。位置はあそこっすね。あれでいいかなと思う。あんな感じで。横からケツから殴っていうのか、横から殴って、ちょっぱりちょっと邪魔だなお前。うん、そうだね、これでいいか。とりあえずもうオカルテーションとかもうフルバフでいってとりあえず耐えよう。うん、耐えよう耐えよう耐えよう。ラストかな。よし、行きます。
これ赤くないんだよね。緑なんだね。ザクって感じがする。あーはー。無双説、オッケー。で、あとはちょっと枠の待つ。で、呼ばなあかんのは、この子？ちょ、わかんねえな、これ。来ねえんだけど、あいつ。あ、食べた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 。あ、もうすぐ食べるのかこれ。ちょ待って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 、ちょ待った、ざけんなよマジで。耐えれないんだけどこれ。ちょ、まずい。エントゥーム入れないと、さすがにまずい気がする。ちょ、マジ、これ。こっから殴るのえぐないこれ、ちょっと。HP 自体低いのかな。ちょ、こいつさ、ちょ、早く殴ってくれんと俺死ぬんだけど、これ。あ、サイレントストーム入ってねえ。なんか弱点ついたぞ、今。もう、鬱陶しいな、これ。後ろから殴っちゃダメなのか、もう、じゃあ。横から殴っても一緒だよな、多分これ。めっちゃスカスカなんだけど、これやばないこれ。ちょ、マジで。あー、終わったこれ。どうすんのこれ。どうだったっけ。この回避ではなんとかなんねえのかな。装備もあれか。
死かいこれ。ダメ？結構怪しくないこれ。ちょっと動くないで。デラシネーター技が使えない。ちょエントゥーム1個。エントゥーム、あこいつスターで止めればいいんか。あ、そうだそうだ、スタンしてないわ。赤線スタンやこれ。あ、うっぜえマジで。こいつパーナゲーなんぼ使わせるのよマジで。サブダックションじゃないよこれ多分。どこだどこだ。あ、終わったー。あーかーん。あ、食べられちゃう。あれしゃあかん、これはあかんぞ。待って待って待って、なんかある、なんかなんかあるはず。ファンタット、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 オッケー、ファンタット。あ、終わった終わったわ。グッバイ。スタン止めろ、スタン止めろ、スタン止めればいい、スタン止めれば。あーかーん、ダメだこれ、ダメだ、慣れて、全然慣れてねえ。いいよ来いよお前。めちゃめちゃパナケアマクロンやんとまずいよこれ。はぁアイテム修復か、なるほど。バッカ野郎。あかん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 、あダメ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 、それダメ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 。あっダメだ、グダってるよもうこれ。ダメだもう、ほぼほぼ諦めてる俺は。やばいめっちゃ回復してないこれ。回復するのかなこれ。あ、ダメだ、全然ダメてねえ。あダメだな、くそ。あと10回はやらなあかんか、さすがに。耐えるのはできるんだけど。じゃあマジパナケイだとか、これ止めるのかな、やっぱスタンで赤線の。止まった？止まってねえじゃねえかよ。あかんわこれ、あかん、全然あかん。マキさん、これに比べてパキケトは楽だったね。楽だったな。いやきつい、やっぱもうなんか次から次へと、もう慣れてないのもあるもんで、やっぱあれだけど、慣れたらいけるんかなこれ。いやきつくねえか、あの回避
回避というのか。N4 さん、でも火力あればやれそうじゃない。なんか HP 自体はそこまで高くないイメージでしたね。なんか、そこまでなんか絶望的に減らないっていうのはなかったですけど。パナケイヤだな。じゃあもしか特殊技全て完封する感じかな。キストみたいな感じで。でも結構ね、俺、際どいタイミングじゃなくて、結構余裕を持ったタイミングで赤線スタンしたって気がするんだよな。うっぜ、あの、状態上がめちゃめちゃうざい、あれ。これ、うっぜえな。ニヤカは無理だぞ、これ。逆にニヤカは無理な気がするわ、操作がめんどくさくて。くそー。N43、風で回避ダウンと防御ダウンだね。あー、そっか、風、回避ダウンか。そうやな、回避ダウンいるっすね。すん、これ多分、パナケイヤ食らってこれ、パナケイヤ飲んでこれでしょう。やべえな。多分、サードン入ってないな、これ。どうやって入るかだな。あれ、なんでこれ白いの、これ。ん？あ、これ、カリウドで。アナイア持ってるもんでってことかな。青くラメってるのは。はぁ、あ、いや、今日は終わりっすね。いや、これはきついわ。とりあえずなんか次から次へと対処していかなあかんやつが慌ただしいっすね。パナケアマクロ、もうちょっとマクロいじるか、ちょっと。ターン俺入んねえ気がするな。もうパナケイヤはガブ伸びっすね。これガブ伸び前提じゃないときつい気がする。うん、買い物だけ行くか。くそ、やっとあっと鬱陶しい、あの廃止バイスと思ったらもっと鬱陶しいやつ出てくるからな。ドラゴンボールのレベルでしょ、これ。あと、翔太の寿司とか。翔太の寿司も大概だけどな、あれ。めっちゃ汗かいた。ちょっとパナケア買ってっか。俺、別に俺、これやるために金貯金してるわけじゃないんですけどね。特上寿司、うん、あ、薬品か。あれ、パナケイヤと売ってたっけ。売ってたか。バリも買った方がいいな。角付き一戸建てら。かわいい。まあいっか、今日はこんな感じでしたね。まあちょっと考えるかな。考えようがないよね、だけどあれ。あの吹き飛ばしはどうすりゃいいんだろうな。逆にもう全員全面から殴る。ユーチャレンジ、うん、久しぶりに言いましたね、なんかね。あ、いいっすね、いいっすね。いいっすね。わぁ、ってことでそんな感じでしたね。まあ、次はちょっと、後ろから殴ってみようかな。後ろからじゃねえわ。フェイス全部全面に置いて、
殴ってみようかな。うん、あの吹き飛ばし結構いやらしいんで、うん、そうですね、前方範囲でこにして、おつ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 ですね、本当。また楽しみが増えたのかよ。くそ、毛抜けるでほんまこれ。あ、いや、明日からまた頑張ってくよ。あ、とりあえず考える。あ、また何かいい方法が思いつくかもしれないんで、まあ全然まだ試行回数もないんでね、ちょっとわかんないんですけど、動画見て研究するかよ。まあ、そんな感じでしたね、今日も。すいません。まあ、0時行ったんでね、今日は、この辺で終わりだと思います。はい、また明日もね、また頑張りますんで、ま、よかったら見に来てください。はい、ってことで、グッドバイさせていただきます。グッドバイと。はい、N43、オツでした。オツでした。はい、以上、アキレスゲームでした。今日、ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。